SV-98 は、ウラジミール・ストロンスキーが設計し、イスマッシュ社により製造される、ロシアのボルトアクション式狙撃銃である。ロシア連邦軍は、ソビエト連邦軍時代より、半自動式のドラグノフ狙撃銃を、正式狙撃銃として運用してきた。しかし、ドラグノフ狙撃銃は、戦線で AK-47 の精度を補う、ために、 小隊ごとの中距離狙撃を前提として設計されていたため AK-47 を参考にした精度向上には向かない半自動式装填であり標準で2脚を有しないなど構造上命中精度の向上が望めなかったそこで長距離精密射撃用の新型狙撃銃の開発が始まり1998年よりイズマシュ社が ボルトアクション式の狙撃銃の生産を開始した SV-98 狙撃銃は同じくイスマッシュ社によって製造されたレコード300メートルフルボアスポーツ射撃ライフルシリーズに基づいているイスマッシュ社は SV-98 と同様の308ウィンチェスター弾7.6254メートル MR 弾38ラプアマグナム弾を使用する レコード標的ライフルも生産している。SV-98 狙撃小銃は最大1000メートルの範囲で様々な標的を攻撃するように設計されている。SV-98 の心臓部は霊感炭造製法で炭造されたレシーバーと注文に応じてクロームライニングが可能な霊感炭造製法で炭造された重傷と接さないフリーフローティングの重重心である。 手動操作のボルトアクションには対照的に間隔をあけた3つの正面ラグを持つ回転ボルトがある。重心は 320mm のツイストレートを持つ4本の右回りライフリング洗浄が施され、標準で提供される円錐形の取り加護形状のマズルブレーキ、または音速弾薬の使用に必要な特別に設計された23デシベルサプレッサーを取り付けることができる。 ねじ付き銃口を備えている。本銃は7.6254メートル MR7N1 標準狙撃弾、7N14 強化貫通狙撃弾、またはエクストラ競技用グレードスポーツ弾を発射するように開発された。SV-98 はアイアンサイトとレシーバー上部にピケティニーレールを備えており、適切にレールインターフェースシステムでマウントすることにより、ロシア製、 または、外国製の望遠光学系と、その他の標準光学系を使用できる。ドラグノフと同じく、PKS-7 や PSO-1 などの各種光学標準機を搭載できるほか、ロシア製の HP69-3 から10-42、可変倍率望遠鏡サイトを1000メートルまでの、標準範囲で標準の昼間光学サイトとして、使用できる。HPN113-3.7。 固定倍率夜間サイトは、標準的な低消度光学サイトとして使用される。両手機器のラミネート合反重症は、伸縮長、高さ、ピッチを調整できる、調整可能なバットプレートが特徴で、高さと長さを調整できる、チークピースを備えている。ガラス繊維強化ポリマー素材も提供された。L96A1 などに類似したサムホールを有している。 一体型折りたたみ式バイポッドを取り付けるための取り付けポイントが全部重傷にあり、後部重傷には一体型後部モノポッドを取り付けることができる。両方のバイポッドの足の長さは個別に調整可能で、後部モノポッドは後部重傷に折りたたまれる。キャリーハンドルを重傷中央部に取り付けることができ、これにより迅速な位置変更時や更新時に狙撃手が 小純光学系を掴んで本銃を操作するのを防ぐことができる。トリガー機構は1.0から 1.5KGF のトリガープル重量を調整可能である。安全レバーはボルトハンドルの後ろに位置しており、安全レバーは引き金をロックし、シアーを固定し、ボルトの回転を防止する。千鳥状またはダブルカラムの取り外し可能な箱型弾素は、 ガラス繊維強化ナイロン製で金属インサートが付いており10発を収納できる。リコイル、ジャンプ、フラッシュ、および音響のシグネチャを減らすために SV-98 には TGPV 戦術サプレッサーも装備できる。新機朗防止ストラップを前後のアイアンサイト管に固定できる。2013年に SV-98 の回収モデルが イスマッシュ社によって開発された。調整可能なアルミニウム合金製スケルトンタイプの重傷を備えている。ドラグノフ狙撃銃を代替する形で、ロシア連邦軍の特殊部隊やタイテロ部隊に配備されている。2003年、特殊作戦部隊は、SV-98 狙撃銃と 7N14、スナイパー強化貫通弾で構成される7.62。 ミリメートル 6S11、mm、スナイパーシステムで武装した。本銃はチェチェンでの作戦において使用されている。2018年7月国家新衛隊は近代化型の SV-98M につき26兆の供給契約を結んだ。SV-98MSV-98M は2017年からカラシニコフコンサーン社が製造する改良モデルであり、 2013年の SV-98 回収モデルに基づいている。アルミ合金製の軽量スケルトン重傷、上部レシーバーの上部にある、広角スコープ用のピカティニーレール、折りたたみ式後部重傷および統合されたバイポットがある。7N1、または 7N14 の7.6254メートル MR 狙撃用弾薬を使用し、10発の弾倉容量がある。 本銃の戦闘重量は 7.8kg、長さは 1200mm、有効射程距離は 1000m である。標準のマズルブレーキの代わりにサプレスターを装備して、発砲時の爆風、ブローバック、フラッシュを低減できる。SV-98M は主に、ロシア陸軍の狙撃兵を対象としている。SV-98M 狙撃銃は、 軍により小ロット注文され運用テストと評価を受け、2020年5月に実用化された。SV-338、レコードフルボアスポーツ射撃ライフルシリーズに基づいて、イスマッシュ社は、338ラプアマグナム弾用の SV-338、SV-338M、及 SV び SV-338M1、狙撃銃も開発した。 これらの小銃は、拡大された、マグナムボルトアクションを備えているが、SV-98 に似たものである。アンチャーテッド砂漠に眠るアトランティス、T、ボルトスナイパーという名称で登場。長距離射撃特化のボルトアクション式狙撃銃。威力と一発撃つごとに再装填が必要な、手動装填式ながら、自弾射撃までの間隔が、セミオート式のドラゴンスナイパーと遜色なく、 狙撃銃としては、随一の高性能を誇る。バトルフィールドシリーズ、プロジェクトリアリティ、ロシア連邦軍と、中華人民解放軍の狙撃兵の装備として登場。BFBC ロシア軍偵察兵の装備として、使用可能。BFBC2 偵察兵の装備として、使用可能。BF3 偵察兵の装備として登場。BF4 偵察兵専用の狙撃銃として登場。 マテリアルスナイパー、エスケープフロムトリコブ、オーバーキルに、ドールズフロントラインゲーム内で、ライフルのキャラクターとして登場。ありがとうございます。